東京自転車少女は、和田ペンによる日本の漫画作品。アーススターエンターテイメント発行の月刊漫画雑誌、コミックアーススターにて、創刊号から連載開始。同誌がデジタル版に移行した後も連載を継続し、2016年2月16日更新分にて、完結。東京を自転車で散策しながら、小さな発見を重ねる、高校生の少女たちを描く物語である。月刊コミックアーススター創刊号より連載を開始。人気声優によるボイスドラマなどを収録した CD をしばしば付録とする同誌にあって、創刊号付録をはじめたびたびその収録作品となる漫画の一つである。ボイスドラマ化にあたっては、配役に竹立彩奈らを起用し、注目を集めた。また、同様のドラマ CD を初回限定版付録とした単行本第1巻は、同日発売された世界で一番強くなりたい。第1巻とともに、あまりに早く完売してしまい、本来は初回版のみだった付録 CD を例外的につけた緊急増刷を行う一幕もあったという。単行本第2巻発売直後の2012年7月15日には、秋葉原の書店で著者にとって初めてのサイン会が催され、100名以上のファンを迎えたと報じられた。都会に過剰な期待を抱いて上京した田舎育ちの少女、イルカと生まれ育った東京を嫌う少女、加藤さん。性格も対照的ながら共通して自転車へのこだわりを持つ高校生二人がひょんなことから入部した自転車店支部の先輩たちと共に東京を散策し、誰も見たことのない東京を探す物語である。この漫画の話数表記は一貫して、メイポックスで表され、格は副題の多くは末尾を主人公の口癖でもある、でしょで統一される。コミックアーススターオンライン内の公式サイトでは、第1話と第2話をオンライン上で読むことができ、コミックアーススター2011年10月号付録 CD 収録のオリジナルボイスドラマ、東京自転車少女。This is 東京ライフでしょの一部を視聴できる。作中には、練馬区役所や西武鉄道池袋線、桜台駅前、豊玉陸橋、豊島部財店、石神井川、桜の辻及び、周辺住宅街など、練馬区に実在する場所がたびたび描かれ、単行本には、作中と同じ構図の写真と、その場所周辺の案内図が収録される。これらは、著者が実際に自転車で取材した、身近な情景を反映させたものであり、地方から東京へ移り住んだ自身の経験から地方の人々が東京に対して抱きがちな都会という先入観と実際に住んで感じる東京の都会的でない部分との違いを描き、読者にも身近に感じられる物語を目指すという。練馬区に実在する場所を描写し、ラジオ、練馬放送、練馬区観光協会ウェブサイト、練馬のタウン誌、月刊カッセでも紹介され、練馬放送のインターネットラジオ、練生。サンデー2011年10月23日放送分に、著者が出演したのをはじめ、練馬区観光協会ウェブサイト、練馬経済新聞に紹介された。このほか、練馬区内で無料配布されるタウン情報誌、月刊カッセにも2012年4月号で自転車による散歩が紹介された際の囲み記事として掲載された。読売新聞やダヴィンチにおいて自転車漫画ブームを取り上げた記事では、弱虫ペダルなど自転車を主題とする漫画作品のうち町3作を扱う作品の一つとして挙げられた。テレビブロス2012年11月24日、合掲載の輝け。ブロスコミックアワード2012では東京地散歩部門1位を獲得した。以下は、単行本第1巻に収録された第1話から第7話にかけてのあらすじ。画一的な風景とそこに染まる人々、気持ちをせかされる窮屈な雰囲気。そんな東京が嫌いで高校では寮生活しようと決めた少女、加藤は入学準備の帰り道で大きな風呂敷を背負った小柄な少女と出会う。通りかかった加藤を東京ガールと呼んで勝手についてきて、街で見かける自転車にいちいち感激するその少女は、東京は嫌いだという加藤に、豊玉陸橋から望む、夕日のように加藤もまだ知らない、東京を彼女の愛するロードバイクと共に探そう、と誘うのだった。その場はつれなく別れた加藤だが、気量した彼女を待っていたのは、ルームメイトとなった先ほどの少女、島のイルカだった。加藤さんと共に、私立豊玉高校へ入学したイルカは、彼女の忠告に従って自転車用の女王を購入に行った自転車屋で、到底買いそうにない憧れのおしゃちゃりの価格に絶望しかけるが、ちょうどやってきた威勢の良い少女、彩りかの提案で、愛車であるママチャリ、若松号にスポーツサイクル用の部品を取り付けようと決め、最初にサドルをロードバイク用に乾燥し乗り心地を悪化させたものの、おしゃれになる愛車への期待に胸を膨らませるのだった。そうして知り合った、彩りかと彼女に引き合わされた、部長、雪見の半ば強引な勧誘で、イルカは自転車店支部に入部した。加藤さんから怪しげな団体ではないかと忠告されたイルカだが、部の花見サイクリングに、あえて参加、加藤さんを誘い出して同行させることにも成功する。かくしてしぶしぶながらもサイクリングに同行し、小さな発見をしながら道に迷いつつ、ようやくたどり着いた桜の辻の美しさに息を飲んだ加藤は、同じ東京、同じ道でもイルカのように楽しいものを見ようとすれば、新しい発見があるから、むやみに東京を嫌うのでなく、自分の知らない東京を探す仲間にならないか、と誘う、雪見の言葉に心を動かされるのだった。単行本第6巻までに収録された第35話までの、情報。声の配役は、掲載誌と単行本初版に付属する CD ドラマのもの。なお、この作品では、登場人物の名前に原則として、読み仮名がなく、本節において一部の読みは、CD ドラマ上の発音によった。ありがとうございます。